帝国大学、帝国大学、帝国大学、旧自体、帝国大学とは、1886年、明治19年に交付された、帝国大学令によって設立された、旧聖高等教育機関、大学である。内地に7校、7定大、東京、京都、東北、九州、北海道、大阪、名古屋、外地に2校、京城、大北が設置された。 この項目では、戦前における、旧制教育機関の一種別としての帝国大学に、加え、現行の新生大学における、大学群の一種として、旧、内地にあたる日本国内で用いられる、旧帝国大学、旧七帝についても扱う。1877年、明治10年創立の東京大学が、1886年、明治19年に、 帝国大学令に基づいて、帝国大学、略称、帝大に改称された。それから約10年は同校を指す名称であった。1897年、明治30年に、京都帝国大学が創立されると、従前の帝国大学、旧東京大学は、東京帝国大学に改称された。これから1947年、昭和22年の日本国内における、 新生大学移行による解消までの半世紀は、同例によって設置された大学軍の総称が帝国大学であった。新生大学移行後は、旧帝国大学、または旧帝大とも呼ばれている。ただし、この古称では、旧外地の形状、台北の両帝大を含む場合と含まない場合とがある。初期の帝大は、大日本帝国最上位の国立高等教育機関。 最高学府及び研究機関として設置された。各定大は複数の専攻科を要する文化大学を包含し、学際的な研究を理念とする大学院を設置した。第一次世界大戦後の1919 19年、大正8年に施行された大学令と同期して、東京、京都、東北、九州、北海道の既存固定大における文化大学は、 独立性を失って、大学本部の統制下にある学部に改装された。学部制後の帝国大学は、総合大学、新生大学の国立総合大学に、相当とも称され、拠点都市以外も含めて、各地で定大あるいは、総合大学の設立運動があった。設立過程参照。一方、各定大内では、学部より、さらに下位に当たる、各、 講座が優勢になり、大学より上位にあって、学際的な研究を期待された大学院をも、大学の講座による支配が及んだ。このような大学の講座が大学院まで影響力を持つ体制は、戦後の新生大学成立後も続いている。確定大は、前身となる高等教育機関を包摂して、改祖、解消したり、学部を新設したりするなどして、 その組織を整備し、時代が下って、大学令に基づいて設立された、官立、国立、公立の短科大学や私の総合大学が設置される中でも、日本の高等教育や研究をリードした。戦後は、帝国大学との名称を廃止、国立総合大学と改められたが、日本で有数の総合大学である状況は変わらなかった。大正時代まで、卒業時、 学科ごとに最優秀のものには、天皇から恩師の銀時計が可視された。1886年、明治19年には、卒業生のクラブとして、学士会、本部、東京都が設けられた。同会の入会資格は、新生大学以前の旧帝大出身者と、新生大学後の国内の旧七、帝大出身者などである。かつて存在した帝国大学は次の通り、 番号は帝国大学として設置、昇格された順番を示す。1877年、明治10年設立の東京大学は帝国大学令1886年の交付により東京大学と工部大学校を統合して帝国大学に改称・改組した。この時、大学院も設置された。初代の総長は渡辺幸喜。 詳細は、東京大学、1877から1886、参照。帝国大学設立期から、関西にも、大学設置を望む声があった。1890年、明治23年になると、第一次、山形有友内閣の吉川県政文章、徳島藩出身が、教育直後発布に尽力する一方、大学例案を閣議に提出して、 地方大学の設立及び高等中学校の拡張を主張し、同1890年7月1日には、第1回衆議院議員総選挙が実施され、11月25日には、第1回帝国議会が召集される。翌1891年2月20日に、長谷川康市衆議院議員、日本医科大学の前身である、再生学者を1876年立が、 帝国大学新設案を議会に提示し、1892年の第4回帝国議会にも、関西に帝国大学を新設する権議案を提出したが、設立には至らなかった。日清戦争、1894年7月から1895年4月による後継期及び下関条約によって、清から賠償金を得たことにより、第2次、 伊藤博文内閣の西園寺金持文書が、申告賠償金の一部を東京及び京都の帝国学基本金として交付せられんことを受け付の儀を、首相宛に執筆し、京都帝国大学の設置を主張した。これを受け、翌1896年の第9回帝国議会にて、京都帝国大学創立費及び京都帝国大学医科学創立費の予算案が可決された。 翌1897年、明治30年、第三高等学校の一部の施設を利用して、京都帝国大学が設立、第三高等学校は移転した。これにより、帝国大学は、東京帝国大学と改称した。1890年、明治23年に、帝国議会が成立したことにより、定大設立のための多くの権利案が議会に提出された。ただし、 権議案が採択されて権議となっても、これは第二本帝国憲法下で議員が政府に意思を示すことであり、法案ではないため法的拘束力はない。京都帝国大学創立期の1898年に成立した第二次、山形有友内閣の河山助の文章が、東北と九州にも帝国大学を設置したいと言明した。東北では、 第二高等学校がある宮城県に設置する意思が表明されたが、九州においては設置する県を明言しなかった。すると、官営や私製鉄所がある福岡県と古くから医学が盛んで、第5高等学校医学部がある長崎県が50万円を寄付する用意があるとそれぞれ厳明。また、第5高等学校の本部がある熊本県は土地の提供を申し出た。 しかし、寄付で設立されても運営費が捻出できないと、帝国議会から消極論が出て、両帝国大学の設立は見送りとなった。1900年、明治33年、第14帝国議会において、野党、声優会、伊藤博文総裁によって、九州東北帝国大学設置権議案及び、北海道帝国大学設立権議案が提出された。 権利案は衆議院特別委員会にて可決され、東北、九州、北海道の各帝国大学設立の要求が議会から政府に表明された。しかし、野党案であったことや、県議に拘束力がなかったこと、1900から1年の日本は不況期であったことなどから、政府は消極姿勢であった。対して、議会では1901年、明治34年、 北海道帝国大学設立権議、1902年、明治35年、東北帝国大学設立権議と重ねて採択が行われ、政府へ働きかけた。1902年、明治35年、第一次、桂太郎内閣の菊池第六文章、元東京帝大総長が、東京、京都以外に、帝大は、設立不要とし、 実用的な専門学校の設置案を提案した。衆議院解散で設置案は流れたが、九州定大設置のために、巨額の寄付を申し出ていた各県に、専門の高等教育機関の設置が決まり、まず、国から150万円の予算を得て1903年、明治36年に、福岡県立岡病院をもとに、京都帝国大学福岡医科大学が設立された。その後、 1905年、明治38年に、長崎高等商業学校が、1906年、明治39年に、仙台高等工業学校、及び第五高等学校工学部をもとに、熊本高等工業学校が設置された。1906年、明治39年、京都帝大の設置に尽力し、高等教育機関の設置に、 前向きな西園寺金持ちを首相とする第一次西園寺内閣が成立した。同年6月には札幌農学校を農科大学に昇格、新設予定の理工科大学と大学予科と合わせて北海道帝国大学とする案が文部省に陳情されたが、これは同時期に帝国大学設置を要望していた東北での大議士に反発された。この結果、 札幌に新設予定だった理科大学を宮城県仙台市に設置することに変更し、札幌と仙台の文化大学を合わせて帝国大学とする設置案を政府に要求することになった。西園寺内閣は1907年度、明治40年度予算に東北帝国大学、仙台市及び九州帝国大学、 福岡市の設置予算を組み込んだが、日露戦争後の不況期に入ったことを理由に、板屋増殖によって世は削減され、設立は絶望的となった。この時、小賀工業副社長であった、原高市内務大臣、森岡藩森岡城外、元宮村、現、岩手県森岡市元宮出身が、小賀財閥、初代の古川一兵衛が、 森岡の親戚筋働いていた時期ありの二代目オーナーの古川虎之助、当時十七歳を説得し、両帝国大学設立のための資金を献納させることを取り付け、予算削減から十七日目に両帝国大学の設置が閣議決定され、日露戦争による公共1九百四から五年によって財を成した古賀財閥は、一方で足尾銅山の公読による 公害問題を抱えており、公のために寄付をすることで世論の沈静化を願った。1907年、明治40年9月には、東北帝国大学が設置され、札幌の学校は、東北帝国大学農丘大学、札幌区に昇格した。直霊236号では、東北帝国大学の設置場所は、仙台と定められていたが、この時点の仙台では、 一切の校舎その他建造物が存在しない状態であった。当時の帝国大学例では、帝国大学は複数の文化大学により運営される必要があったが、東北帝国大学の場合は当面の間札幌の農科大学のみで完結させる必要があり、特例として農科大学のみで運営することを前提とした、東北帝国大学農科大学完成を施行することとなった。 1911年1月には、東北帝国大学理科大学仙台市が新設され、明日ともに、東北帝国大学の本部が仙台に置かれるようになった。同時期には、九州帝国大学本部の設置及び、九州帝国大学工科大学の新設もなされた、両者とも福岡市。同年4月には、京都帝国大学福岡医科大学が移管されて、 九州帝国大学以下大学となった。これらの大学設置には、地元からの寄付金等も用いられたが、1907年度から5年間で、約106万円に上った小賀財閥の寄付金が用いられた。内訳は建築費が987,739円、事務費用69,137円。小賀財閥からの校舎建設資金は、東北定大分が、 農科大学135,519円、理科大学244,170円、九州定大分が、工科大学60,8050円であった。北海道大学のシンボルの一つであり、現在は文学部の研究室として使用されている古川記念行堂は、この資金を用いて建設されたものである。九百十一年、明治十四年、三度目の 北海道帝国大学設立権議案が議会で採択されたが政府は消極的だった。しかし第一次世界大戦による公共1915から18年に入ると風向きが変わり大学礼交付に伴う各帝国大学の文化大学生から学部生への改祖に先立って1918年大正7年4月 札幌区所在の東北帝国大学の丘大学を東北帝大から分離して北海道帝国大学が設立された。同年、原高市内閣のもと高等小学校創設及び拡張計画が帝国議会で可決され、東京帝国大学、京都帝国大学に各々の経済学部が、東北帝国大学、九州帝国大学には各々の法文学部が設置された。 帝国議会と政府との関係、資金面の問題、校舎建設の問題、前身となる高等教育機関と新設格、帝国大学との関係から、この時期の帝国大学の設立経緯は複雑であり、原高氏と同じ森岡藩出身で、犯行作人官修文書で、同級生だった佐藤紹会、札幌農学校最後の校長、東北帝国大学農科大学所大学長、 北海道帝国大学初代総長も関係している。また、この時期設立の帝大はすべて地方名が大学名として採用され、その他の帝大が都市名を冠しているのとは対照的となっている。なお、六大都市の大阪市125万人や名古屋市43万人、あるいは広島市16万人や金沢市13万人に比べて人口が少ない仙台市、 12万人札幌区10万人福岡市9.5万人に政策的な理由で帝国大学が設置されたため、他の大都市では帝国大学設置運動がその後も続いた。都道府県庁所在地と政令指定。都市の人口順位1920。大正9年の人口順位。14箇条の平和原則1918年1月8日ベルサイユ条約。 1919年によって第一次世界大戦後に民族自決が広まり、日本統治下の朝鮮では3.1独立運動、1919年が発生し、民族系及びアメリカ系選挙団で私立大学設立の動きが見られた。日本は1920年、大正9年の国際連盟発足に伴い常任理事国の一員となり、 国際的地位を得る中、朝鮮、台湾、関東州などにおいて、内地延長主義、外地の同化政策をとって、数々の高等教育機関を設立していった、旧外地の高等教育機関。外地での帝国大学設立は、外地での民族自決を抑え込む意味合いがあったものの、学部数や定員は限定され、また、教授陣は、日本人、かつ、 学生の多くも日本人であったため、民族差別を訴える民族系新聞もあった。また、すべての内地、日本国内の大学、高等教育機関が文部省管轄下にあったのに、大使、京城、大北の両帝国大学をはじめ、外地のほとんどの学校、大学が台湾総督府、朝鮮総督府、関東局あるいは外務省の管轄下に置かれた。なお、 1920年代には大学例による大学が多く設立されている。旧制大学。1923年に発生した関東大震災により、東京が壊滅的な打撃を受けた一方、関東及びその近郊からの移住者により、大阪市や名古屋市の人口は急増し、特に大阪市においては、首都機能を起こさなかったものの、当時の東京市の人口を抜いて、 日本最大の都市に躍進し、また、当時世界各国の主要都市の中でも6番目の人口数となり、いわゆる大大阪時代を迎えていた、同期時及び都道府県庁所在地と、政令指定都市の人口順位も参照。漁師のある府県では、定大設立運動が起きたが、昭和金融強行、1927年、世界強行、1929年のため、 帝大創設の政府予算はつかず、全額を地元が国庫に寄付するという形で、両帝大は設立された。大阪帝国大学は大阪医科大学、名古屋帝国大学は名古屋医科大学を前身として設立されている。1931年の満州事変以後、軍部の台頭によって財政は、軍事費優先傾向が強くなり、また、両帝大の先例から、 新たな定大の設立には、全学地元負担が必須となり、他地域での定大新設は行われなかった。しかし、その他の高等教育機関の設立、改祖などは行われた。定大は、後期高等教育機関であり専門教育を行っていたが、前期高等教育で、教養教育、外国語教育を行っていた、旧正高等学校とは、密接不可分な関係にあった。 旧正高校総入学定員と帝国大学総入学定員はほぼ等しかったため旧正高校卒業生は大学、学部を問わなければどこかの定大に入学できた。したがって定大入試は現在のエスカレーター式高校から大学学部選抜のような位置であり高等教育入試の主戦場は旧正高校入試であった。旧正高校の選抜の厳しさ 現在は存在しない知的特権性から帝国大学卒業生の多くは出身帝国大学より出身旧正高校にアイデンティティを置いていた。旧正高校生は旧正中学生の憧れの的であり密接不可分な旧正高校と帝国大学が二つに分かれ共鳴し合って魅力を高め合っていた。時代によって変わるが昭和時代に数倍で、 入試選抜できた学部は、各定大医学部、東京定大法、経済、工、薬学部、京都定大工学部等限られており、京都帝国大学文系は、定員無視の全入状態で、あ、地方定大は、旧正高校卒のみでは、定員の半数程度しか埋められなかったため、旧正専門学校からの冒険入学を認めていた。また、旧正高校生を集められる見込みのない、 北海道帝国大学と京城帝国大学は学予科を設置していた。明治、大正時代の考え方では、外国語、英語、ドイツ語、フランス語で専門高等教育を行うのが、旧正大学であり、その準備教育として、旧正高等学校や大学予科で外国語教育を受け、日本語で簡易な高等専門教育を行うのが、 旧制専門学校であるという住み分けであった。しかし、昭和時代に入ると、旧制大学の教育も日本語で行うようになり、旧制大学と旧制専門学校の違いが、教育年限と入学難易度だけということになり、戦前の昭和時代にも、学生の改革は議論されていたが具体化するのは戦後である。1945年。 昭和20年8月15日の終戦により、同年10月に、京城帝国大学は、京城大学に改称した、翌1946年に一旦閉鎖した上で10月15日に、他の高等教育機関と統合して、ソウル大学校として創立。また、同年11月15日には、中華民国政府が、台北帝国大学を接収して、国立台湾大学と改称した。 帝国大学休校における職員人事を規定してきた帝国大学完成、明治26年8月11日直令第83号は外地の2校を除いた内地7校を対象とする同盟の直令、昭和21年4月1日直令205号によって1946年昭和21年4月1日をもって引き継がれた同例不足により同日 内地七公格公ごとの完成も廃止になった。一方、外地二公格公ごとの完成は同日以降も存続し続けていたが、戦後占領期を終わらせた1952年、昭和27年4月28日のサンフランシコ講和条約によって失効した。外地の二項では、日本の廃戦によって、教授人、日本人が大量に日本に引き上げたため、 大学の建物は残っても、修行年限すべてにわたって、十分な講義をすることが困難になった。そのような大学組織の内部事情と日本の統治の仕方の違い、日本統治時代、朝鮮、日本統治時代、台湾も影響して、台湾大学は設立母体を台北帝国大学としているが、ソウル大学校は1946年、 昭和21年に新設した大学として、設立母体を、慶状帝国大学とはしていない。また、講義に用いられる言語については、戦前は日本語が用いられたが、戦後、ソウル大学校では朝鮮語、台湾大学では中国語への変更がなされた。なお、台湾大学では、日本各地の小、中、高の教育を受けた、国民党側の指定の留学枠が存在し、 中国語がつないこれらの学生に対し、戦前に日本語で教育された教授陣が個人的に日本語で教育する例も見られた。内地においては、1947年、昭和22年に帝国大学令が国立総合大学令と名称変更されて、帝国大学は国立総合大学と解消された。これに伴い、各大学は公明から 帝国を除く解消を行ったため、旧制大学としての学生は保持しつつも、帝国大学の名は消えた。その後、1949年、昭和24年に、新制大学に包括され、学生改革、1962年、昭和37年に、各大学は廃止された。これにより、学生上の帝国大学もなくなった。 かつて帝国大学であった大学のことを旧帝大と呼ぶ。学士会はそのまま存続し、内地の七大学と外地の帝大卒業生共通の同窓会組織として機能している。また、七大学の定期対抗戦である全国七大学総合体育大会、通称して七大戦、もしくは七帝戦が毎年開催されている。 また9つの帝国大学が存在したことから、旧帝大とも呼ばれていたが、旧帝大と同音異義語であることと国外の旧帝大との交流が減ったことにより、現在は死語となっている。2018年、平成30年現在、東北大学、東京大学、京都大学、名古屋大学、大阪大学は、指定国立大学法人に指定されている、指定順。 政府が率先して設置した帝国大学もあったが、帝国議会が成立した後は、帝大、総合大学設立の権利案が議会に次々と提出され、一部は採択されて権利となり、政府に設置を働きかけた。しかし、権利は法的拘束力がない上帝国大学以外の他の高等教育機関が比較的安価に設立できたのに対し、 帝国大学は格付けが高く、設立に多大な費用を必要とした。そのため、財政的裏付けのない議会の定大設立権威が、すぐに設立に結びつくとは言い難かった。学部学生の出身高校所在地方、全国8地方別入学者の人数及び比率は、以下のようになっている。旧定大における、学部生の男女比は、女性の方が比率が低い傾向にある。 以下は論文の頻用数による順位1999年から2009年その他の観点による各大学の評価については世界大学ランキングを参照すべての国立大学法人の中で研究費が多い上位7法人は旧帝国大学の7校となっている以下の表には大学共同利用機関法人も含む旧帝国大学は 研究成果の一部を特許として多数公開している。研究成果をもとした企業については大学発ベンチャーを参照。企業の売上高に当たるのが国公立大学、国立大学法人及び公立大学法人では経常収益であり、私立大学、学校法人等では帰属収入2015年度の決算から事業活動収入2章であり、 これらはいずれも本業における一年間の金銭的な収入を表す。旧帝国大学の経常収益は大きく、国公立大学の上位を占めている。また、医学部及び大学病院を持つ大学を経営している法人も上位にいる表中において法人単位でで表示。なお参考として、旧帝国大以外の国公立大学で最も経常収益が 大木つくば大学もモのグラフに加える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。